矢田さんのいつもやってんの、圧がすごいな。やらして、ちょっと、ちょっとよく回しといて。耳損害でいい、その耳後ろに信用してないな、ほんま。違う、もういいんすよ、大体どこをやったらいい。いや、もう大体いいんすけど、後ろ全部かん、この長さ、後ろもちろん後ろ買った方がいいです、この長さ。後ろどうやって買うの、これ。いや、ここまで行った方がいいっすよ、はい、ここな、はい、ここいらんよな、ここいらんよ、どこ耳ちゃん、知らんや、いや、ほんまにいらんよ、繋げた方がいい。え、こういく、耳の周囲、こういく、違う、普通にあ、そこはね、そこを買った方がいい、そうしちゃうよね、一緒に任しときって、俺やれなきゃいいんしちゃう、そんな俺、えぐいことせえへん、ほんまに、ほんまにやめてくださいよ。いや、ほんまにやらんもん、もちろん後ろ、耳の後ろ、あすごい、あの椅子の姿勢がもう体幹やばいんですけど、そっちいかんとって、もっとあ、ちょっとあ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、これよお前、これどうなんだお前、やったー、放棄、放棄じゃない、それも結構やばいですか、はい、エスパー違うっす、エスパー弱いなこれ、マジやる、めっちゃ嫌なんですよね、この弱い、これ弱っ、本体をつけるよ、白かっこいい、これ、はい、横よっ、こう、はい、逃げたら、あれや、逃げ癖取るぞ、どういうこと、ズミ、この部屋全部頼む、掃除、ちょっとマジで今本当だよ、おう、リフォームしてる、え、綺麗やん、うちより全然綺麗やん、エアコン新しいやん、探してみます。すごい部屋。ちょっと部屋わかりました。曇ってます、頑張ります、いただきました、秋田こまちん、秋田こまちんって知ってた、秋田こまちんじゃないか、本当は秋田こまちんらしい、秋田、そうなんですか、本当秋田こまちんです、聞いてみて今度、いや秋田こまちん、直美さんに聞いてみて、なんで直美さんに聞くんですか、秋田こまちんって、秋田こまちんですかって、絶対ダメです、直美さんに聞いてみて、秋田こまちんですかって、絶対やばいじゃん、ありがとうございます。すいません。
ただきました。パラダイス。知ってる？わかんないです。中川パラダイス。美味しく食べます。秋田こまチンだし。はい。ナミさん言ってた。ナミさんに聞いてきます。ナミさんに言ったらやばいんちゃう。ナミさんにダメですか？聞いちゃう。ナオミさんだって秋田こまちんめっちゃ好きやろ。うん、うん、好きっすね、多分なあ、はい、俺も結構好きなの、秋田こまちん。コウキー、はい、やれ。何やすか、やれ。みんなが今やってるやつやれ。みんな何やってるんですか。秋田こまちんの PR です。秋田小町もらいました。純也ありがとうって、はい、純也くんありがとう。秋田小町もらいました、はい、純也くんありがとう。え、しかも美味しいご飯の炊き方とか書いてあるらしいです、うん、エロいな。 J のバンク大阪。いや大阪じゃないっしょ、から秋田市。おいおいおい、お前、え、お前の秋田小町んがコマチン。気をつけろよ。本当。本当に。江田さん、やってくださいよ。出たよ。江田さんがやってくれるって聞いたんですよ。江田さんが PR やってくれるって直美さんが言ってたんですよ。やばマジで。なーにー、ごめんよ、はい、あ、まつりだまつりだまつりだ、はい、あ、わっしゃい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 、エダムラ祭りだ、わっしゃいわっしゃいわっしゃい。いなせいなせいなせじゃない、いなせあんねん夏が積んだってきんややや、いいなせあんねん夏が積んだってきんややや。かわいい。ただしイケメンに限る。金作阿部寛。今から昼寝して起きて勉強します。そうあった、おっ。ハヤト乗っけていいやろ。です。え、いいやろ別に。あ、まあいいっすよ、いけるやろ。でまじかんでまえすいすいすい。売ってんすかそれ。暗いっしょ。暗い。ケネ君怪我治りました。治ったよ。ベストコンディションやってるんすか。練習やってるよな。やってますよ。今日のきつい練習もやったんすか。びっくりしたけど。今日エグかったですよね。今日一週間分ぐらいやったよな。びっくりした。パソコンがめんどくさいんですよねあれ。でもなんてやつですか。ネスタっていう一番簡単なやつ。ネスタって聞いたことある。NSCA とか難しいですか。お笑い。NSC それ。NSC。ビッセルのマスクそれ。あ違う。かっこいいな。やめてください。ベルスパでしょ。ベルスパのブイス。うん？ベルスパのブイス。あ、カレー屋さんの？あ、違う。一旦忘れましょうカレー。確かに。久しぶりです。あ、そういうことだ。ケタ君何するんすか？
わからんわからん、そこマスクしても分かってんな、もう俺が使うこと大体分かる。編集任せようか、もう後期のもうすかもうそろそろ2代目。いや、それで金もらえよ、もう2代目どっち手前館に来ました。いや、全然違うよ。ちゃんと許可もらってるんですからアピールしてくださいよ。スケムネ食堂出前館に来ました。ダメやってないでしょ、出前館。え知ってる、あの田中圭太の YouTube。 あ、なんか J リーグ TV かな。なんかマジっすか、すごいな、一気に増えるよな、これで。奪われましたね、健太くん。顧客奪われちゃうよ、そっちに。じゃあ逆にあやかってる。あやかってるえ、どうっすか、健太くんが絶対俺の無理やな。万人受けしないっしょ、健太くん。万人受けしない、万人受けせん方がいいんちゃう。確かに。もうでもそろそろ万人受け、やばい。今何人ですか、登録者数。2000人もマジ。コメント見た、専用に。でももうほんまおかえぐいでもほんまに病気です。でイッサも見てる。そうなんだ。ってケンタ君は最近ぼっちって呼ばれてる。編集中俺ぼっちって呼ばれてる。ぼっちもうちょっと落ち着いてブレーしなやな。32歳。判断変えてもいいんじゃぞ。変えてもいいんじゃぞ。確かに。若い選手。はいとか言って。私しかも健太くんボケてたそうで。こういうの。焦ってパス出そうと思ってボケる。フリックしようと思って。高麗橋結構取れ高ありそう。あるんですか。高麗橋リュート君だから言ってるところ。そう。結構落ちたろか。ダメでしょ。道頓堀、道頓堀みたいな感覚です。いや、多分朝やね、めっちゃ朝めっちゃついてるし、鼻水みたいな。いや、マジでやっこいい違う意味やけど優しさ出てるわ。で、バイカー確かに、その歌もまあ頭残るわ。あ、うわっ、サービスね、サービスだ。映ってる、うまそうに映ってます。うまそうかは分かんないですけど、うまそう、めっちゃうまそうな。マジでうまいっすよ。めっちゃうまそうやな。マジでうまいっす。うまそう、ちゃんとめっちゃうまそう。これはうまそう。その顔いいっすよ。そう、こんなうまそうやのに、こんなうまそうやね。分からん。あと店の名前言ってください。店の名前、はい、出前館です。こいつが誘ってな、こいつが誘導してるよな。今のは誘ってたじゃん。俺も特別な、あ、見つけた、隠れミッキーみたいなんですよ。隠れミッキーみたいなスプーン見つけた。いや、別に1個じゃないっすよ。他全部これ。いや、これありますよ、この形。いや、絶対ここは、絶対後ろあります。ない。いや、絶対これ丸っしょ。ないこれ、これ。いや、それはちょっと。これ。絶対丸。これ触ったら使わないといけないです。確かに。俺使います。いただきます。めっちゃうまそう。いや、うまそうじゃない。食べたいな、今。入れすぎちゃう？え？いや、そういうやつです。太も太い。マジ今日、服気をつけよう。な、今日はもう狂気の桜できたから、この3人。うん、うまい。うまいっす。うまいっすか。うまい。うまいっす。しかもちょっと、酢の味がする。そうなんすか。うわ、すごいですけど。あれ、すごいそれ。ミートボールありがとうございます。あ、いいえ。ありがとうございます。
すみません。お待たせしました。お水持ってきます。あ、すみません。はい。近い。うまそう。めっちゃうまそう。めっちゃうまそう。マジうまそう。あ、全部一緒です。一緒です。はい。ペッペ使います。あ、はい。はい、いただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。無駄ねー探したんですけど、全然ないっすよ。あ、本当ですか。いやいや久しぶりに声出て明日は、宇宙だね試合見て、ご自身のゲームじゃなくて、はい、あ、今日お疲れ様です。はい、はい、浜松で試合して、あ、そうでした。いや、わざわざすぎや。あれ、ゲタがありがとう、またやります。須澤です。何かお前 Go to eat 持ってへんの。え、 Go to eat 持ってへんのかい。持ってない。週末は行けないので初めて見に行きました。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。須澤です。いや、健太くんまた来ましょうよ。来年ちゃんと健太くん。なんか俺恥ずかしい、これはってやっぱ慣れてないから恥ずいやろ。恥ずかしい、マジで恥ずいからな。あのショッピングモールとか行って。確かにめちゃくちゃ恥ずかしいでしょ。よーすちょ危ないマジサッカー選手って頭おかしい人多い。でも俺実際に当てへんから。いやもう、いや実際に当てる人いないっすよ。マリシ君ぐらい。マリシ君でも黄色で車蹴られたもん。あんな黄色い車乗ってたら蹴られるわ。いや黄色じゃなくて白。